そうだ、ハルカ。玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え、そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。俺はずっとここで寝てたんか。うん、もう大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ、キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょ。はあ、重かった。はい、これ。鈴木さんのなんでしょ？おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの、鈴木さん。大丈夫？ん？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん。いや、はるかちゃんが。ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんね。はるかちゃんともこれでお別れ。でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は佐江島や。佐江島大河。え、佐江島さん。そや、桐生さんにも言うといてくれ。俺は佐江島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、佐島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？
ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。もうこれだから大人たちの考えてることは分かんないよ。
またどうぞ。いらっしゃいませ。どうも。
なんで、なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に生け取れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、あれ！
諦めろ。それじゃ。そうです。